アクラ川駅は、三重県四日市市アク川町にある、近畿日本鉄道名古屋線の駅である。駅番号は E19。対比線廃止前のホーム対比線の廃止により、切断されたレール塗り替え前の駅車相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で、定期列車は最大5両編成までの停車であるが、ホーム有効調は6両編成分まで確保されている。 2018年3月16日までは、島式ホーム2面4線で、退避可能な構造となっていたが、翌日のダイヤ改正で退避線が廃止され、乗り場番号が修正されている。駅舎は、上り線側にあり、1番線との間は地下道で、2番線との間はスロープで連絡している。エレベータースロープは退避線の跡地に設置されている。 エレベータースロープ設置前は階段のみ設置された地下道で連絡していた。桑名駅が管理する有人駅で自動改札機、自動生産機はピタパやアイコカなど交通系 IC カードに対応している。トイレは改札内に設置されている。準急、普通列車が停車する。二つ隣の近鉄と大駅が駅構造の関係で、 列車対比が不可能であるため、平日朝ラッシュ時を中心に当駅で特急、急行を対比する列車が設定されていたが、2018年3月17日のダイヤ変更で川越と三須原駅や近鉄四日市駅に分散する形で当駅での列車対比は廃止された。近年における当駅の1日乗降人員の調査結果は以下の通り、三重県統計所によると、 1>, 1日の平均乗車人員は以下の通りである。枕川駅の利用状況の変遷を可表に示す。川原町駅までの一帯は名産の一万古焼工房が立ち並んでいたが、近年では工房跡の多くが宅地化されている。ありがとうございます。